すごいなんか絆を感じてのはやっっぱ2つあって、公演を一緒に3人でやるっていうことが結構絆に感じたりしますしあと、えー、お姉ちゃんはいなかったんですけど、えー、博多でお,お父さんとずっと一緒にいてアドバイスもらったり泊まっているホテルで稽古したり朝ごはんを一緒に食べてることとかが絆をすごい感じました。 最近あまりクリスマスプレゼントで欲しいものがあまりないというか昔はすごいなんかあったんですけれどなんかもうすごいもう10歳まだ10歳なんですけどでも欲しいものはないですねでもあの相手て言うならゲームとかが欲しいかもしれません。お父さんも最近あの僕と 同じゲームをやっているんですけれど APEXPRO で今やってるんですけどでもそのモニター自体がノートパソコンなのでちょっと少し使いたいかなと思ってだからモニターだと思います。私はあの最近あのキーボードにはまってしまってでこぼこしてるなんか。 音がなんか言い方おかしいですけど、押す時に音が気持ちいいなんかなんかやつあるじゃないですか、キーボードのそうい,いのかなと思って、ポコンってやったら取れちゃったんですよ。でどうしようと思って一回はめてみたらはまって、それについて調べてみたらいろんな種類で変えられるみたいなのをなんか見たんですね。いろんな色とかキャラクターとかキーボードなどのなんか一つ一つちっちゃいやのパーツが欲しいですね。 はい、な,んかこうなんかモニターとキーボードっていう何 <laughs> かいかにゲームをしそうなコンビです。<laughs>